おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。霊から始める YouTube シリーズやっていきたいと思います。今回から、このチャンネルが動画投稿してきて気づいたことを紹介していくのぜ。チャンネル運営ってやつだね。正直なところ、嬉しいこともあったが、それ以上に厳しさと課題点が多いのぜ。そんなに楽しいものではないのね。初心者なりに分かったことをお伝えしていくのぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さて霊夢、このシリーズの再生回数は把握しているのか？そんな、ちゃんと見てないけど1動画で100回以上入ってるんじゃないの？平均で10から20程度なのぜ。マジ？残念ながら、マジなのぜ。そんなに厳しいのね。ただ、再生回数が少ないのには、いつくか理由があるのぜ。そんなに悲観的にならなくてもいいってことなの？そういう部分もあるし、しっかり見直していかないといけないところも多々あるという話だ。一つ一つ説明していくのぜ。よろしくお願いします。まず知名度がないことだな。そもそも、霊から始めてるからしょうがないわね。前回のアルゴリズムでも話したが、チャンネルに知名度がないと、インプレッション数が少ないのぜ。インプレッションは、ユーザーにサムネが表示された回数だったわね。これが少なければ、再生回数は増えようがないのぜ。実際どれぐらいなの？日にもよるが、多くても1動画につき30程度だな。全世界に公開していて、それは少ないわね。最初は知名度がなければ、そんなものなのぜ。どうやったらインプレッションが上がるの？質の良い動画を投稿し続けることで徐々に YouTube に評価されていくのぜ。前回と同じ内容ね。もっと細かく言うと、インプレッションからのクリック数が多い、継続視聴時間が長い動画が評価されやすいのぜ。表示されたら、クリックされやすくて、最後まで見てもらえる動画を作る必要があるのね。当たり前すぎるんだけどな。それをどれぐらい続ければいいの？明確な数字は、ないのぜ。ジャンルなどや投稿頻度にもよるが2週間から3ヶ月ほどかかると言われている。じゃあ、上がるタイミングを待てばいいのね。投稿は続けていかないと、YouTube に評価されにくいしそもそも質の高さは維持しないといけないのぜ。厳しいわね。少しずつでも継続して再生してもらえる努力は必要なのぜ。あとは、できるだけニーズのあるものを提供していくことになるな。需要がないなら、どんなに出来が良くても意味がないものね。あとは、検索から見てもらうことを意識しないといけないのぜ。確かに検索する人は目的を持って調べているものね。このチャンネルのように知名度がないチャンネルは特にそれを意識しなければいけなかった。いけなかった、過去形なの。そもそも、霊から始める YouTube というシリーズネーミングで失敗している。どういうこと？霊夢、一度、霊から始めるって検索してみるのぜ。某有名異世界転生ものの動画がずらりと並ぶわね。正直、霊から始めるなら、多少は予測できていた。少しインスパイアされているしね。ただ、霊から始める YouTube で検索しても某転生ものがほとんどだったのぜ。それだけ、すごい作品ということなのね。検索で上位表示は難しいのぜ。霊から始める YouTube スペースゆっくりならなんとか検索結果に表示されそうね。気になる方は、試してみてほしいのぜ。じゃあ、ネーミングは変えた方がいいの？変えた方がいいとは思っているが、このネーミングに愛着も出しているし、何より今までの視聴者様に申し訳ないのぜ。このあたりは、ウプ主の人義や意地に関わるのね。最初に、もっと考えていればよかったのぜ。勢いでやってしまうのが、このチャンネルの悪い癖。ただ、すごく認知されればちゃんと検索結果に表示されるようになるのぜ。ブログも、霊から始める YouTube で初めて、最初は検索に出なかったけど今は徐々に表示されてきているわね。そちらもよろしくなんだぜ。概要欄にリンクを貼っておりますのでよろしくお願いします。意識したわけではないが、検索がいい流れになったものもあるのぜ。どういうこと？正直、勢いで作った PS5 の動画がそれなりに検索されてこの前1000回再生を超えたのぜ。意識して作ったって言った方がかっこいいと思うけどね。次に続く動画が同じように伸びてないと、とてもじゃないが言えないのぜ。これも概要欄にリンクを貼っております。できるだけ、視聴者のニーズに合わせていけるよう動画投稿を続けながら改善していくことが必要だと改めて感じた瞬間だな。具体的にはどういうところになるの？まず、情報量をできるだけ多くしていけるようにする。いうのは、簡単だけど大変なことね。
ただ、それをすることで動画時間が伸ばすことができる。動画時間を伸ばすことに意味があるの？前回の YouTube のアルゴリズムに繋がってくるんだが、YouTube はできるだけ長く動画を見てもらいたいので、長めの動画をおすすめしやすいのぜ。確かにおすすめ動画に、短い動画はあまり表示されない印象があるわね。ジャンルにもよるが、10分程度が多い印象なのぜ。それを目指すのね。このあたりは動画のテーマにもよるのでできるだけ、間延びしない程度に意識する程度にしておくのぜ。質が落ちたら、意味がないものね。あと、投稿頻度は継続するのぜ。今は、0から始める YouTube、シリーズを推、日曜日で、不定期でゲームの動画を投稿している状況ね。この投稿頻度を継続しながら、さらに動画を上げていけるのが理想だな。実況動画がなかなか仕上がらないのも課題になるわね。厳しいけど頑張るのぜ。あとは、当たり前だけど編集技術が向上しないとね。動画を作るだけで、カツカツという状況は脱しないといけないな。その内情もお伝えしていくのが、0から始める YouTube、になります。しっかりまとめられたらお伝えしていくのぜ。あとは、YouTube アナリティクスについて紹介するのぜ。アナリティクスって何？ YouTube を運営している Google がチャンネル運営者に向けて提供している分析ツールのことなのぜ。YouTube チャンネルを持っているアカウントであれば無料で利用することができる。どういうことが分析できるの？大まかに分けると、視聴ユーザーごとの動画再生回数、動画ごとの視聴者維持率、動画埋め込み箇所、非リンク、関連動画からの流入数、チャンネル登録者数、になる。いろいろ見れるのね。最初に話したインプレッションからのクリック率なども細かく見れるのぜ。これを見ながら、どこが良くて、どこが悪かったのか確認する必要があるのね。確認しながら、改善できる部分はしていくことになる。正直、気になって一日に何回も見てしまいそうね。気にしすぎも良くないんだろうな。数字に一喜一憂するレベルにはまだ達していないと思うのぜ。それでもチャンネル登録者が増えた時はすごく嬉しいわね。登録者様には超絶感謝なのぜ。視聴者層も意識しながら、動画を作っていくのね。サムネが届いて、見ていただける方に満足していただける動画にするのぜ。データは嘘つかないものね。ただ注意も必要なのぜ。どういうこと？あくまで数字だからな。視聴者の心理や状況もわからないので、再生数が増えてもたまたまうまくいっただけという可能性もあるのぜ。なかなか難しいわね。だから、コメントをいただけるとありがたいんだぜ。確かに、少ないながらもコメントいただけると嬉しいわね。コメントもいただけると感謝なのぜ。それを踏まえて、分析、検証、改善の流れになるのね。単純に再生回数を稼ぎたいでは良い動画は作れないのぜ。このチャンネルも徐々に成長していくのでよろしくお願いします。最後にとても厳しいことを伝えることになるのぜ。まだ厳しいことがあるの？まだちゃんと意識しているわけではないけど、評価の悪い動画はチャンネルから削除することも検討しないといけないのぜ。なんで、せっかく作ったのに。 YouTube に評価されるためにはチャンネル内に評価の悪い動画があると全体的な評価が下がってしまうのぜ。腐ったみかん理論ね。若い人には伝わらない例えなのぜ。動画を削除するのは、辛いわね。そんなにすぐには、判断できないが3ヶ月ほど様子を見てみる必要があるな。我が子を手放すようなものよ。そうならないために頑張るのぜ。評価の悪さの理由ははっきりさせたいところだな。結構 YouTube 攻略みたいなサイトでもあっさり言う感じで、悲しいわね。まあ収益化を目指すなら、ある程度ドライにやっていかないといけないだろうな。このチャンネルは、思い、も大事にしたいわね。収益化を目指している人には鼻で笑われそうなのぜ。ただ、削除するにしてもアップグレードした動画を用意できるようにしたいのぜ。これもウプ主の意地が出ているわね。不器用ながら、取り組んでいくのぜ。いかがだったでしょうか？今回は、チャンネル運営について初心者なりに語ってみたのぜ。楽しみながらも成長していかないといけないと感じたわね。楽しむことも重要なんだぜ。それがないと続かないからな。次回はどうするの？引き続きチャンネル運営での心の動きをお伝えしていくのぜ。赤裸々にしていくのね。初心者あるあるも共感してもらえればなのぜ。次回もどうぞよろしくお願いします。よろしくだぜ。